豊臣政権。豊臣政権は、天正18年、1590年。ただし、実質的には、天正13年、1585年から、慶長8年、1603年まで成立していた、豊臣氏による日本国の政権。豊臣政権とも言われる。また、橋橋政権とも言われる。豊臣秀吉は、織田信長の武将として、領を配し、 当初は、信長の大官的存在であったが時代を経て、独自の治業当て業などの両国経営を行う、地方政権へ移行していった。天正元年、1573年に、浅井氏が滅亡すると、秀吉には、江北鮮屋と一色が信長より恩賞として与えられたと言われるが、管轄範囲としては、大見国の以下、浅井、坂田三軍のうち滅亡時の浅井領あり、 長浜城を中心に支配を行った。天正9年1581年頃から長浜城は秀吉の養子であった橋場秀勝が担当した。天正5年1577年10月から秀吉の張間信仰が始まり、天正8年1580年4月から5月にかけて張間国が平定されると、 阿公、左右二軍を除く張馬国の支配権が秀吉に与えられ、黒田義隆が、与力から、秀吉家臣となるなど、張馬衆が、敗下に加わった。この頃、張馬信仰と同時期に、田島信仰も始まっており、武田城には、橋場秀長が城代として配置された。天正八年、1580年5月には、伊豆市場の攻略により、田島が平定され、 秀長や宮部慶順、木下正ん、らによる支配が始まり、田島衆が、廃下に加わった。天正九年、1581年10月、秀吉は、稲葉国鳥取城を攻略し、宮部慶順を城代において、支配を開始し、八刀軍、鬼ヶ城に、き、下もしげけ郡に、磯部べ氏すしし、やぎしげに、柿谷や成、つ野郡に、 亀惚れのり、高草組吉岡に、田川日中の稲葉衆をずつった。備前、後規についても秀吉は勢力を進めたが、味方となった浮田氏などへの処遇は信長が直接行っており、秀吉の直接支配が及ぶのは、本能寺の変の後となった。豊臣政権の指揮については、諸説がある。天正十年、1582年6月2日。 織田信長が明智光秀によって撃たれた本能寺の変。この時、中国方面総司令官として備中にあった信長の家臣、橋場秀吉は、直ちに毛利輝元と交和して、軍を東に返して明智光秀を撃った山崎の戦い。もともと大きな領地を持っていた秀吉だったが、主君のあだ、光秀を撃った功績によって、さらに発言力を増した。 清須会議において、信長の後継者が話し合われると、柴田勝家が、織田信孝、信長の三男を推薦したのに対し、まだ幼児だった三法師、当時の織田家当主、織田信忠の着男、信長の孫を擁立し、柴田らと対立。会議の結果、三法師を後継者とし、信孝が、その後継役に就くということで、織田政権が継承されることとなった。 ここから秀吉は、巧妙に、信長の息子たちを排除していく。まず、柴田勝家の息子、勝豊を攻めて降伏させ、信孝を孤立させ、彼から三奉仕を奪う。これで当主の代理という立場を得た秀吉は、1583年、柴田勝家と織田信孝を、静岳の戦いにおいて滅ぼし、他の重臣の滝川和益を下した。 そして前田利家や金森長力を味方に引き入れる。これに不満を持った織田信を信長の次男が天正十二年1584年に信長の名友であった徳川家康と結んで反秀吉の兵を挙げる。兵力的には秀吉軍が圧倒的に優勢であったが家康の巧みな戦術の前に秀吉軍は小牧長久手の戦いで 局地的に破れた。しかしその後、織田信夫は、秀吉の強大な兵力に圧迫され、家康に相談なく、秀吉と単独交和してしまう。これにより家康も、秀吉と戦うための大義名分を失い、ひとまず、秀吉とは牧した。天正十三年、1585年、秀吉は、前年、前々年の戦いで常に、 自らの背後を脅かした、義の諸勢力、奇襲攻め、四国の長祖壁元地下、四国平定を相次いで攻略した。同年7月、関白総論を利用して、大木町天皇に関白に認じられ、翌年には、豊臣政も可視された。これは、秀吉が朝廷から天下の実力者として認められ、朝廷から政治を委任されたことを意味している。 この時点で秀吉の権力は、主家のお家を超え、事実上の豊臣政権が誕生したと解釈される。天正十四年、1586年、秀吉は徳川家康を上落させ、侵入させようと試みていた。なかなか従わない家康に対し、秀吉は聖母の大聖書を人質として、家康の元へ送るという奇策を使う。上落した。 妻の家康の身の安全を保障する一方で、母の身に何かあれば家康討伐の大義名分が立つわけである。こうして、ついに家康も秀吉に侵入せざるを得なくなった。なお、この頃には、越後の上杉影勝、秋の森照本らも、秀吉に侵入することを誓っていた。そして、天正十五年、1587年には、九州を石見しつつあった。 薩摩の島津義久を総武事例に違反したとして打ち、屈服させ、九州征伐、最国は完全に豊臣氏の支配下に入った。天正18年、1590年、総武事例に違反した北条氏政、北条氏直親子を23万人の大兵力を動員して攻略、小田原征伐。この時に、 東北の伊達政宗やもがみ吉光らにも親珠を、誓わせ、欧州平定、遂に天下統一した。豊臣政権が、日本全国に異例が及ぶ日本の統一政権として、成立したのである。天下が統一されたという実情が、如実に現れているのが、葛西、大崎一騎と南部氏の内乱である、久野平正美の乱であろう。秀吉はこれら乱の鎮圧に、ガモウジと、 石田三成らを対象に6万人の軍勢を欧州の地に派遣している。室町幕府第8代将軍、足利義政以来の室町幕府にはできなかったことであり、ここに豊臣秀吉の天下統一がなったとみてよい。これは九州においても同様で、日後国人一記と梅北一記に対して徹底的な鎮圧と関係者の処分を行っている。一方で、 初期の後進たちですら厳しい処置が取られるようになった。信長家臣時代の秀吉を支えた勇士である、三子田正春、李地仙は、それぞれの過失により、歓喜を被って追放されていたが、三子田正春は、天正十五年、1587年に自害を命じられ、首は、京都一条戻り橋にさらされた。李地仙も、天正十八年、1590年に無残に、 処刑された。両名共に秀吉の権威を損なう方言をしたものであり、特に関白宣言以後、秀吉は家臣が秩序を乱す振る舞いをすることを許さなかった。全国統一を達成した秀吉は、文読元年1592年、民の征服を目指して、全国初代名に朝鮮への出兵を命じた文読の役、和皇や女神族との紛争以外本格的な、 戦争経験がない朝鮮正規軍を戦国時代を経て大量の鉄砲を装備した日本軍が圧倒し、連戦連勝を重ね、また体制に不満があった朝鮮民衆の一部の協力もあり、オートハンスンやピョンヤンを次々と占領するなど、朝鮮領土の大部分を占領した。しかし、義兵や朝鮮水軍などが日本軍を悩ませた。文禄二年。 1593年になると、朝鮮に民軍が本格的に来園し攻勢に出る。明、朝鮮軍は平壌を抜き環状に迫ったが、日本軍は平気定間の戦いでこれを撃破する。以後戦線は降着し、日本軍は兵糧不足に陥り、民軍は数万匹の馬が餓死するなど、双方が平坦に苦しむこととなると、講和交渉が開始され急戦に入った。 文禄二年、1593年に、秀吉に、実子の豊臣秀頼が生まれた。秀吉はすでに実子の誕生を諦めて、養子の豊臣秀治、秀吉の老いを、後継者に指名していたが、文禄四年、1595年に、無本の容疑で、秀治に切腹を命じ、また、秀治の一族を処刑にした。これは秀吉が秀頼を、後継者にするためだったとも言われる。 石田三成、小西行きながらによって進められていた明との講話は、決裂し、慶長2年、1597年には再び、一部、中東中の朝鮮に出兵が行われた、慶長の役。浅野家文書によると、この再出兵の目的は、赤国、全羅道を残らず成敗し、余力をもって、青国、中世道その他を打つこととされている。日本軍は、 うるし川領海戦で、朝鮮水軍を壊滅させると進撃を開始し、たちまち、全羅道の道と全州を占領、中西道の木び山で民軍と交戦、木び山の戦い、双方とも自軍の勝利と記録した後、軽気道の安城、築山まで進撃した。日本軍は、約2ヶ月で、全羅道、中西道を接見し、軽気道への進出を、果たして目的を達すると、 拠点となる城郭、和城建設のために、朝鮮半島南岸に撤収し、各地に新たな城の築城を開始する。その中で、最も東端に位置する、ウルサン城が未完成のまま、年末から翌、慶長3年、1598年、はじめにかけて、明、朝鮮軍の攻撃を受けるが撃退に成功する、第一次ウルサン城戦い、 9月末から10月初めにかけて、明、朝鮮軍は総力を挙げた攻勢をかけ、日本軍の順天城、四川城、ウルサン城を攻撃したが全て撃退した。特に、四川城では、島津義弘が、明、朝鮮軍を大破した四川の戦い。明、朝鮮軍の総力を挙げた攻勢を撃退した日本軍であったが、すでに8月18日に秀吉は死去していた。 去年62、秀吉という中核を失って不安定化した豊臣政権は対外戦争を継続できるような状況にはなく10月になって朝鮮からの帰国命令が発せられた帰国段階で明朝鮮水軍の妨害を受け路領海戦を戦うことになるが11月末までに全軍帰国を果たした秀吉の死後豊臣氏は 秀吉の着難である秀頼が継いだ。秀頼はわずか六歳だったため、豊臣市内部で秀吉の晩年から、すでに発芽していた、加藤清正、福島正則ら武功派と、石田三成、小西行ながらによる文字派の対立が表面化し、豊臣家診断は分裂する。さらに毛利輝元と、浅野長政を除く四部尿が吉見を結び、また、朝鮮に出兵せず、 戦力を消耗しなかった徳川家康は、伊達政宗らと無断で婚姻を結ぶ、双方とも、秀吉によって禁止されていたなど、豊臣政権は、急速に乱れ始める。慶長四年、1599年には、秀頼の後見人として、豊臣政権を何とか支えていた、前田利家が死去する。利家の死によって、家康に単独で対抗できる大名はいなくなり、 家康は、次第に政権を掌握するようになる。一方、石田三成は、上杉影勝、毛利輝元、浮北秀枝と組んで家康を倒そうと試みるが、慶長五年、1600年9月の関ヶ原の戦いにおいて、三成ら西軍は敗れ、三成らをもだった者は処刑、もしくは改役された、関ヶ原の戦いの戦後勝利。そして、関ヶ原の戦後勝利。 温床により、全国にあった220万国のうち、約4分の3が削減された豊臣家の領地は、摂津、河内、泉の3カ国、65万国に減少した。これは、関ヶ原の戦後処理で初代名の領地替えを行った際に、家康が豊臣家の蔵入地を分配してしまったためである。もっとも、すべての蔵入地が、直ちに消滅したわけではなく、 豊臣恩子である加藤清正の両国であった肥後国には関ヶ原の戦い以降も三万国の蔵入地が少なくても清正氏巨まで存続していたことが知られている。この戦後処理からわかる通り、この時点での徳川家康は大きな力を持っているとはいえ、立場は豊臣家の家臣であった。しかし、慶長八年、千六百三年、徳川家康は 朝廷から正位大将軍に任命される江戸幕府。この時をもって豊臣政権は終焉したと解釈されている。その後、徳川氏は各大名を侵入させていったが、豊臣氏は従わず独立を維持しようとした。このため、慶長19年1614年からの大阪の陣において家康により滅ぼされた。豊臣政権は、 前政権の小田政権と同じく君主である秀吉に権力が集中する形態をとっている。秀吉の知性としては、大閤県地や刀刈り令など、日本全国の土地や民衆のすべてを管理する中央集権となっている。当時は徳川氏毛利氏上杉氏前頭百万国を超える大大名がいたが、秀吉は独裁的な権力を振るい、 自身の子貝を武行として、政策を実行させた。秀吉は、大名統制を強化し、織田信夫会役、賀茂秀行や庭長主を大幅に元宝に処した。さらに、徳川氏や上杉氏、伊達氏を国外にし、毛利氏の文家の小早川氏には要し、後の小早川秀明を発した。薩摩の島津氏には、当主が二人という島津義久と島津義弘の両伝体制にさせ、 さらに、島津敏久を打たせた。また、秀吉は当初は、聖意大将軍への就任に意欲を示したとも、言われているが実現せず、変わって偶発的事情から得た関白の地位を武家である、豊臣氏による、世襲制度、区下である藤原氏の御設計を、序に変更して、幕府制度に変わる、武家関白制とも言うべき体制を導入しようとしたと、考えられている。 豊臣秀司への関白以上とも引退を目的としたものではなく、関白くらいの豊臣施世を宣言するものであり、実験は依然として秀吉が保持した。さらに、豊臣氏宗家以外の書家にも、公家の価格に準じた仕組み、武家制画家などを導入して統制しようとしていたとする説ある。しかし秀吉には、子がほとんどできず、また数少ない親類である、豊臣秀長、 豊臣鶴松、豊臣秀康、豊臣秀勝らが次々に死去したことは、豊臣政権の反平となる、親族勢力が極めて弱体化する決を招いた。秀吉は老いである、豊臣秀治を韓国に就任させるなどし、これを名実ともに後継としていたが、実子である、豊臣秀頼の誕生の後、秀治とその家族を粛清した。この粛清の要因には、諸説あるが、 ともあれ、秀吉が死亡した段階で、豊臣家の一族と呼べる者は、高台院の親類である木下氏のみであったが、木下氏の各人は、本人の能力の評価であろうか、それれが高い事業を得ているわけでもなく、政治、政権に深く関与しているわけでもなかった。中世社会では、将軍の実名、意味名の一字を授ける、変記授四が盛んであった。秀吉についても、 修士は、小早川秀明、結城秀康、徳川秀忠など養子に多く、吉次は、王や義継など、小外大名に多く、新規新十大名には、例が少なかった。代わって、橋場氏や豊富生の歌詞を積極的に行い、初代名は、橋場名で署名を行うなど、犠牲的ではあるが、橋場一族、豊か市としての一体感を演出し、秀吉は、市長者として、 初代名の統制を図った。秀吉の十一位、関白、大将大臣への昇進に伴い、一族のみならず、武家苦業が誕生した。豊臣政権を通じた、従属初代名の官位昇進は、当業の一環として、利用された。苦業とは、官職で三位以上、議会で三位以上であり、大臣はこう、その他の苦業は、京都呼ばれた秀吉により武家苦業が増えた分、区業が、 苦行から外れ後部摩擦の不安定要因となり、最終的に徳川家康が1611年、慶長16年に武家官位を朝廷官位の定員外とすることで決着した。また、秀吉による大名編成は価格方式も採用された。区下において石棺化、聖火やウリン家、名火と価格性があるように、橋場関白化、武家聖火家,家、 聖火星を形成し、十五位自重の国持ち代からなる、こう家なりやその下に置かれた、豊臣不代の諸将や将大名からなる、諸代武星とは格差をつけた。1588年、天正十六年初頭の武家区業は、一族の秀吉、秀長、秀次を除くと、織田信夫、足利義明、徳川家康、宇喜北秀家。以後、権威確定に伴い鹿筋の織田信夫、 足利義明が失脚すると、徳川家康、浮田秀家に加えて、毛利輝元、1588年、上杉影勝、1588年、伝都市へ、1591年、小早川隆影、1596年が、正家正正家家並みの価格を得ること、大臣まで、昇進可能な価格となる下。これらの格差が、 後の後大老生に通じることとなった。豊臣政権において秀吉が武家を生がなさせた意義としては、天下統一への恩賞、石棺家である豊臣宗家との格差明示、当初は価格の高かった足利将軍家、織田信雄や徳川家康家を他の引上げにより埋没させるため、石棺家参加の遠赤には武家は原則参加できなかったため、これら中世の慣習に対応などである。 豊臣総家の所領、倉に内は、全国合わせて222万国と、最大の大名、徳川家康が、関東で支配していた250万国に及ばない、国高であった。ただし、全国の主要を金山、銀山、堺や博多などの拠点を支配していたため、財政的には抜きんでていた。また、小外の武将たちを大名に封じていたため、 豊臣宗家の軍事力自体は石高以上のものがあった。しかし後年の江戸時代に比べると200万国クラスの徳川やもう都市家をはじめとする複数の大大名が存在しており、さらに彼らは政権中枢部で一定の役割を果たすなど政権に対する影響力も持っていた。一方で倉入地の多くは諸大名の所領内に設定されており、 関ヶ原の戦いの戦後処理の段階で、諸大名によって吸収されていった。対外政策としては民に代わり、日本がその中心になる、海思想を打ち出し、ルソン、琉球国、鉱山国、当時、台湾に存在すると考えられていた国、李氏朝鮮などに服属と徴候を求める部位を背景した強硬政策を推進している。特に、朝鮮に対しては、 服属を強く求めるとともに、正明の先導、正明共同を求めた。しかし、朝鮮の立場は建国以来、民の従属国であり、その外交方針をここで変える意思はなかった。交渉に当たった津島の創始は、これを何とか、穏便に済まそうとして、秀吉が求める長江氏の派遣を秀吉の全国統一の祝賀の派遣に置き換えて要請すると、朝鮮としても、 日本側の状況を探りたい事情もあり、死者を派遣した、続探子。もっとも朝鮮側にしてみれば死者は、表向きが、祝賀市であり実態は、続探子すぎず、秀吉に対して、調考したつもりも、服属したつもりもなかったわけだが、この朝鮮市を、宗始は、調香市と称して、秀吉に越見させると、秀吉からしてみると、要求に応じ、調香市を派遣し、 服属してきた朝鮮に、以前からの要求通り、正明の先導、正明共同を命じた。これを、宗氏は、正明の先導の要求を、道を貸す、奥と入民置き換えて要請した。しかし、民に服属する朝鮮に要求に応じる気配は、なかった。これは秀吉にしてみれば、朝鮮が、服属の制約違反を犯したことになる。このためまず、朝鮮を責めることになった。 この大陸侵攻、朝鮮出兵は戦争途中で秀吉の死によって集結する。またバテレン追放令を出すなど、キリスト教を禁ずる一方で、ヨーロッパとの交易は盛んに推進した。秀吉は、自らの死期が近づいたことを知ると、後継者の秀頼における、豊臣政権を盤石なものとするための体制づくりを、図った。徳川家康、前田敏家、 毛利リー・テルモト、ウッキタ・ヒ小早川・高景、慶長2年の高志没後は、上杉・影勝ら、有力大名を五大老に任じて、豊臣政権の最高機関とした。これは、いわゆる内閣制度であり、この五大老の合議によって、天下の所持が決定されるというものであった。また、検知などの事務的な処理に関しては、秀吉子外の家臣である、石田三成、浅野長政、 前田玄偉、増田中森、長塚正江来はゆる合奉行によって執行された。そして、この後大老と合奉行の調整、監視役として、堀尾義春、中村和二、伊古近鎌皿が三中郎を務めた。しかし、この制度は、秀吉なき時代の豊臣政権を維持することは、できなかった。秀吉という独裁者が存在しなくなると、 豊臣政権の力を統合できる人間は誰もいなくなり、諸大名は、おののの意志で行動するようになった。五大老の中でも特にその勢力が抜きんでていた、徳川家康は、秀吉の遺言を破って、無断で諸大名と婚姻関係を結ぶなど、他の大老や奉行から非難を受ける活動を行ったが、結局政権内の手段において、家康を統制することはできなかった。 秀吉の子外である加藤清正、福島正則、石田三成らの家臣団の構想も勃発した。これらの混乱は関ヶ原の戦いにつながる原因となり、戦勝によって名実ともに日本一の実力者となった徳川家康の政権構築を招くことになった。豊臣政権では国政の執行官僚としての武行は当初から存在していたが、 体制を定めた体系的な法令は、政権末期まで存在しなかった。これは、鎌倉、室町、江戸の三幕府においても初期はそうだったのであり、最初に職務とそれに従事する担当者が存在し、その職務担当者が公認によって継承されることによって、初めて職務に名称がつき、武行などの職名として定着する。しかし、豊臣政権においては、 公認になるべき位置にある秀次とその家臣団が存在したものの、秀吉自身が秀次事件で殺害、解体してしまった。そしてその後、体制を固め直すだけの時間的猶予が存在しなかったのである。他大名の政権への統合過程や統合後の統制では、取り次ぎと呼ばれる役割の者が政権と各弧の大名の間に立って、統治を仲介した。文禄四年。 1595年に、豊臣秀吉は、豊臣秀次を無本を企てたとの理由で説させ、秀次の部下も粛清した。この権力の空白と洋君の秀頼補佐のために、後の五大老の連勝を受けて同年、大きて五家城と大きて追加九家城を交付し政権機能を制定した。五大老、三中老が置かれ、行政、司法、財政、土木、 宗教の担当官として五部教を設置、また訴訟の受理、聴取を担当する十人衆が設置された。豊臣秀吉が、慶長三年、1598年に死去すると、これらの体制で政権を維持することとなったが、必ずしも法令が機能したとは言えない結果となった。なお、大きて、大きて追加の条文は後に、江戸幕府の武家書法とに大幅に取り入れられている。 地方においては、主院状を発行して、大名の統治権を改めて認めるという大名を、治行性を敷いた。室町時代の守護大名は国ごとあるいは軍ごとの一円、支配だったのに対し、秀吉は大公増入地を設定して、大名の支配を豪村単位の支配としたことに意味がある。各大名は近くにあった、大公増入地の米などの納入の義務があった。また、 中央政権は、対抗造入地を通じてその地の財政、内政に関与することができるなど、豊臣政権は地方に発言力があった。大名配置についても、大阪の周辺に、不代の大名を置き、徳川家康を関東に移すなどとざまは返京に置かれた。そして石田三成など政務を取る、奉行衆は20万国前後とし、と様には、政権参与を、 原則的に許していないなど、政務者と軍事力の分離が図られた。豊臣政権の財政基盤は、以下の三つである。第一に、上記に掲げた、太鼓造入地約二百万国。第二に、直轄領とした金山、銀山、岩見大森銀山、田島育の銀山から上がる金銀の収益。金銀の収益を経理、に、平安時代に発行された、校長十二戦以来となる。 国内発行の貨幣、転送版、転送通報を発行、第3に商業が発達した都市、大阪、堺、京都、伏見、長崎を直轄地とすることから上がる収益であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。